はい、ですね。今回フリー戦やっていこうかなと思っております。ということでね、今回使っていくのはこちらになっております。はい、田中将大でございます。こちらの投手、ステータスが高い上に、こちらオリジナルエアロスプリットですね、こちらを持っておりますので、まあ、使えるんじゃないかなと思っております。ということでね、まあ、みんなもらえるんでね、このキャラ、まあ、どんな感じなのか使っていこうかなと思っております。相手のピッチャーはランスロットということでやっていきましょう。ということでやっていきましょう、ワンアウト取ったら交代していく形でやっていこうかなと思っておりますので、まあね、それなりに頑張っていきたいと思いますね。はい、打たれる。まあいいでしょう。こちらは、あまり必要ないので。さあさあさあ。さあやってまいりました。田中と、あー近所迷惑ではない。時間帯的に近所迷惑ではないと。ということで、でもね、不調でもね、まだわかんないんでね。そう、こっから強みを見せていく。まあ、絶不調。よし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 。さあさあさあ、こっからやっていきましょう。こっから始めよう。物語を始めましょう。よしよし。いいっすね。ヘイ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 。このエアロスプリットが、まあ、何が強いのかというと、スプリット自体がもともと強いんですよね。それで、エアロスプリット、まあ、演出が追加されて、強みは何なのかな？球威が上がってるとか、そんな、まあ、わかんないですけど。オッケー。はい、こういう感じで。はい、飛びませんと。そういう感じになっております。で、一生内角攻めしときゃ相手は詰まるんで。そう、このスプリットね、早く落ちるんですよ。早く落ちるんで、こういう感じで振り遅れちゃいますと。で、十字なんでね、これ十字。まあ、アーサーの配球かな。キングアーサーとかアーサーの配球に近い何かを感じるので、こういう感じで詰まらせられますという感じになっております。ということで、対戦よろしくお願いいたします。今何？何やこの動き。ということで使っていきます。はい、こっからが本領発揮っすね。配球としてはこの内側配球がいいのかなと思ってますね。個人的には。狙ってるね。狙ってる方には、まあ、スライダーとか散りばめて、前やられた配球なんですよ、これは。その、ボール球に散らしてとかそういう感じの。スレスレにやっていくんですよね。んで、まあ、かなりね、攻略に手こずったんで、ちょっと拝借させていただきます。よしよしよし。これもね、ボール球振らせたんで、こうなったと。でね、たまにはね、シュートを投げ込むんですよね。勇気のシュートっすよ。甘いと思われつつも、勇気を振り絞って投げますと。で、ここでスライダーと。で、いつスプリットを投げさせるかっていう、そういう心境にさせるんが大事なんですよね。で、そこで、いざスプリットを投げたとしたら、そこでドン詰まりっていうね。これが強みです。いいっすね。で、ここでストレートを投げる。スプリットを投げると。初めて投げると。んで、狙ってた球なんで、守備シフトさということです。中間守備なんかいりません。ゲッツーシフトでいきます。で、ここで、たまには、外。外に。ね、二人、外。えい。ボール球振ってんね。で、ここでスプリットを投げると。ね、たまにね、ストレートを投げるんが効果的ですね。えい。もうちょい、だから、この配球を、この十字のピッチャーですね。変化球が十字のピッチャーに、ピッチャーのこういう配球っていうのをもうちょいうまくすることができれば、かなり強く使えるんじゃないかなと、個人的には思っております。まあ、ちゃんと抑えられたらの話なんですけど、で、ここでスプリットを投げますと、よいしょ、落ちない。この抜けスプリットっていうのも効果的に使っていきます。んで、ここで久しぶりにストレートを投げると。詰まっちゃうよね。よしよしよし。そうそうそう。こういうのが強い。んで、ここでスプリットを投げると。なんで、どちらでもね。よしよし、詰まった詰まった。詰まってるよね。よしよし。さあさあ、田中くん2回。もうちょいね、十字の配球っていうのを頑張っていきたい限りでございますが、こちらの18番がいいですね、18番は。よしよしよし、いいっすね。ちなみに、サムライバッジャパンの18番は山本由伸でございます。さあさあ、ここでシュートを投げると、前剣、オールイー前剣。これがワールドスター対決ってやつですよ。よしよし、いいっすね。勇気のシュート。で、ここでツーシームファストを初めて投げると。でもね、パープルのツーシームはあんま強くない。よしよしよし。
いいっすね。で、ここで落とすと思いきや逆方向、スライダーっすね。スライダーで投げると、これが十字配球です。いいっすね。もうあえてね、そう、スプリットを散らつかせて投げないことによって相手を惑わすっていうね、こちらの十字配球、かなりおすすめなんじゃないかなと思っております。さあさあ、ここでスプリット、はい、詰まってんね。ちょっとね、よろしくないっすね、守備。お前、ちょっと相手上振れてません、ね、ちょっと正面に飛んでくださいよ。で、ここでシュートを投げると。よし。さあさあ、田中マン。田中マンの十字配球3回表、こちらを抑えれば、私のチームの勝利となります。てかね、最近ね、打率ってか勝率落ちてんだよ。天守を使ってるせいでさ、ちょっと天守あかんわ。お前ちょっと守備ついててあかんわ、ちょっと。すいません、ちょっと企画並行でやってるんでね、ちょっとあかんのっすよ。ちょっと天守はダメだもん。セカンド守れるやついたっけ？あ、いるね。物資か知らせか。まあ、どっちもどっちなんですけど、まあ、知らせでいっか。あれ、これ、あ、その、これ、うん、なるほど。地味に守備操作、守備交代したん久しぶり。うん。久しぶりっつうか初めてか。相手はスプリット狙ってるんで、そう、このスプリットをちらつかせつつって感じの配球になっております。で、スプリットはね、当たり前ですがボール球で打たせるとゴロになるので、こちらゲッツを狙っていけると、今のようにね、まあ今のはちょっと出来すぎくんな気もしますけど、いいっすね。そうそうそう、こういう感じでね、相手をね、そう、惑わせるっていう配球もできると。で、相手はね、多分バリバリ強振できてるんで、ちょっとね、単調な配球だとすぐ打たれるんですけど、やっぱりね、カーブとかがないのはディア隊によって少しはね、少しは欠点になっちゃうんですけど、まあね、それでもね、横プラス下の十字配球でかなり強く使えるんじゃないかなと。いいっすね。で、朝みたいにね、落差がある変化球があるわけでもないので、かなりちょっと下目に投げるのが、思ったより下に投げるのがおすすめですね、こちらのエアロスプリットは。よーし。ということで、次の試合、最後の試合ですね、やっていこうかなと思っております。さあ、こちら、十字配球の親玉アーサーになっております。アーサーもね、こういう感じにエクスカリバーちらつかせながら、ちょっとアーサー使ってみようか、ちょっとしばらく、うん、そう、アーサーちょっと、そう、十字配球の親玉、こういう感じでエクスカリバーを相手は狙ってくるんでね、当たり前ですが、だからエクスカリバーをちらつかせながら、この変化量の少ない高速スライダーを逆に使って、あのエクスカリバーを投げそうなコースにこういう感じにスライダーを投げ込むんですね。で、そこであえて、投げないことで匂わせるっていうね、まあ、朝のが若干強いのかなと思うね。で、こういう感じで、まあ、シュートとかたまに投げるのはいいんですけど、まあ、こういう感じで打たれることも多いんで、そこら辺は気をつけていきたい感じです。で、あえてね、投げないんですよ、これは。ハラ・ジョンソンさあ。で、ここでエクスカリバーを投げると、こちらかなり落差のある変化球なんで、こういう感じで詰まらせることができますと。なんで、ちょっとタイプとしては似てるかな、配球の。そこら辺うまく使っていけたらって感じ。よし。あー、これは無理か、さすがに。という感じでね、まあ田中君を使っていくわけですが、こちらスプリット、まあ、アーサーとの違いとしては落ちないですよね。それに気をつけていきたいんで、狙われると、狙われるのも注意していきたい、ね、だから安直に投げすぎんのは良くない。だから投げそうなコースにあえて違う球種を投げましょう。よし、うん、そうすると空振ってくれるのでね。で、ここで、お、スプリット投げるのかって、コースにストレート投げる、詰まるって感じですね。田中使っていきたいと思います。2回裏ですね。まあ、この2失点はね、さっきのあいつのせいなんで、アーサーのせいなんで、田中の弱みではないと。で、田中はね、アーサーと何が違うのかというと、田中の場合ね、スタミナもコントロールも A なんで、そこそこコントロールっていうか、操作性っていうか、なんか使いやすいって感じがすんのかなと。で、ここで同じシュートかストレートかってところに、抜けスプリットっすね。この抜けのスプリットが投げられるのが強いと、ハイドン詰まり。で、普通のスプリットと違って、こちらのスプリット、球が速くなってるんで、そう、こういう感じで詰まらせることができますと、それがかなりいつの強みなのかなと、私的には思いますが、なんで、そう、普通に直球と組み合わせることもできると、緩急差をつけられるんですよね。で、はい、投げていくと。十字配球の強みはこんな感じかな。で、あとね、それぞれの球種が速いんで、そう。
早いんだよ。そうそうそう、こういう感じね。なんでね、相手は待つことができないっていうね。カーブって上手い人だとね、合わせることができるんですけど、ちょっと待ってね、そういう感じのこともこちらできなくなっておりますので、はい、でここでスプリットを投げるコースにただのストレートを投げると、こいつスプリット投げんなーってコースにストレート投げて詰まらせますと。よーし、ガン詰まりです。もうギャン詰まりっすね。もうなんで露骨なスプリットはやっぱりね、いくら強い変化球だとしても打たれてしまうので、そこら辺は気をつけましょうって話でしたと。はい、田中投手かなりこれ強く使えたんじゃないかなという動画でございました。よし。